はい、皆さんこんにちは、ヤヨンでございます。カーチャーガイランドスマブラやっていきましょう。あてくれ、ついにバンジョー&カズーイがね参戦しましたんで、そちらのカーチャーガイランドをやっていきましょうということで、バンジョー&カズーイやっていきましょう。僕らデコボコパートナーと、デコボコパートナーですからね。まあダックハントとかいるでしょうね。あとはなんだろうね、デコボコパートナーといえばマリオルイージはデコボコじゃないしね、ドンキーリリーもデコボコじゃないしね。まあまずはダックハントと、おここですね。ほらさあやっていこう。ほいうっつ、まあ、食う前がね、まあ当たれば強いって言ってね。おいっす、かけさすがカズーイ、僕らデコボコパートナーですね。まあそうだよな、鳥だもんな、カズーイは。あ、ロゼッタか、ロゼッタアンチーコ。お、ここで戦うんですね。ほらおい、うっす、ほらおい、ドカーン降りてきたとこ、ドカーンイエーイ。さあ 6.6。 さあ続いては、アイスクライマー、やっぱり入ってたか。デコボコじゃないと思ったんだけどな、デコボコじゃないでしょ。え、何この曲、なんかサザエさんの曲みたいじゃなかった今。テルルルッテ、テルルッテ、テルルッテ、テルルルッテ、デケデケデッデケデケデッデン、デケデケデッデケデケデッデケデケデッデンっていう、なんかサザエさんの曲みたいじゃなかった。こんな曲あったんだっけ、あんまり聞かないな。はい、ほら行け、あら、ちょっと滑るからやりづらいね、ちょっと危ない。終点化されてないんだよな、結構な、されてないところがまあ多いんだろうな、この今回のやつは。それは難しいわ。あ、あれ何、あの一番上のキャベツみたいな、うわ当たんね、これ何、あ食べ物か、食べ物なんか、タイマーがあった、やったぜ、俺の勝ちだ。おい、ここで、あら、ほら飛んでけ、おっしゃー、よしやったぜ。さあこれ7.3ですねからの、リンク&ゼルダ。へぇー。デコボココンビと言われてもね。やめろ。まあ、単純にね、左に出しちゃいましょう。あ、やばい。ほら、行け。よし。お前も左に行け。ゼルダは前に行きますか？前でもいいですよ。ほら。前ってなかなか難しいよな、でもな。ドカーン、ドカーンに跳ね返って後ろに飛んでったよ。やっぱ横は強いやな、横必殺が。無敵なんで、これボスでどうなんか使えるか楽しみだね。ボス戦でも結構使えそうだよね。フォックスとファルコだ。でも色がなんか違うな。これは何表してんだろう。ウルフとかじゃないよな。ウルフだってウルフで言うもんね。ちょっと待って、お前らなんだよ。ちょっとやめろよ。ふざけんな、この野郎。ドッカーン。やべやべやべ。まずいまずいまずい。ほら、飛んでけ。おい。おい。ほら、いいぞ。何当たったい。あ、やべ。いいね。やばいやばいやばい。さあ、ファルコだけ。あぶれい。ファルコじゃない、フォックスだ、こっち。食う前食う前、あんなに吹っ飛ぶんだ今。クイーン、食う前、音がいいよな、バズンっていう。さあ 8.8。 ここでドンキーリリー、やっぱり来たのか、仲間たちですね。
デコボコじゃないと思うけどね。猿とゴリラだもんね。デコボコとは言わないよな。お似合いのパートナーだと思いますけどね。やめろ、ほら、あう、よし、やめろやめろ。お、けー二人仲良く飛んでったよ。仲いいっすね。もうみんなで大爆発っていう。爆発落ちは最高だぜ。さあ 9.8 で止まってしまった。変なところで止まっちまったね。こりゃね、ボスでやられてしまったら 9.9 は取れない。でもボスでノーコンだったら確定で 9.9 ですね。ほら、ほい、ほい、うん、あ、マジか、あー、くそ、ほい、取れてる？ OK、ま、ジャンプがね、2回か、空中で2回できるんで、ま、それがあるから少しはやりやすいかな。うわー、くそ、おお、すげえ、食う前のやっぱこのバンジョーの殴りいいね。これめちゃくちゃパワーがありますね。よし、オッケー、きたー、イエース、あ、待て、イエース、あれと無敵だからブラックホールに突っ込んでても耐えるんじゃね、もしかして。パーフェクト、オッケー。さあボス誰だ、マスターハントかなですね。まあこの間にもね、ね、横必殺は5回しか使えないんで、まあこの5回をね、うまく使っていきたいところですね。さあ頑張ろう。基本的に空前を当てていこうか。ほらー、ほらー、あー、くそ、そっちが本体だった。やめろ、離せ。あー、なんかこれドンキーのあれのなんかね、技みたいだな。危ない危ない危ない。OK。あれ、これクレイジーハンドじゃん。今回クレイジーハンドから倒してみるか。あっ、うわー、くっきり使っちったよ。OK。こいつらもデコボコパートナーって感じか。つまりは。あー、違うんだってー。ダメでした。全然うまく使えなかった。うんことかも使っていこうぜ。いた、まあ、クレイジーハンドとかマスターハンド最近戦ってなかったからね。久しぶりだからね、ちょっと忘れかけてるわ。うわー、やばいぞ。珍しいね、マスターハンドだけ残すなんて。いつも先にマスターハンドを倒すはずだけど、クレイジーハンドを先に倒してしまったぜ。あら、当たんなかった。さあ最後はドッカーン。ウィー、何回でも使えるから横移動もね、空中で何回も使ってね、すごい横まで飛んできるよね。残念 9.8、 残念 9.9、 いけませんでしたね。ということで、バンジョー&カズイをクリアです。一応テテルルトゥントゥ、はい、バンジョー&カズイが参戦した時の曲と同じですね。お、これはいいですね。めちゃくちゃいい絵じゃないですか。決まってますね。リンクがね、昔の服の方っていうのがなかなかいいね。で、ドンキー、ディディ、キングクルルが いるのがいいですね。なぜか村人がいる。うん、村人ちょっと場違いじゃないですかね。
いや、あれはバルーンファイターを意味してるのかな。ちょうど風船つけてるし、昔のゲームたちって感じなのかな。いいですね。はい。ファイナルリザルト。おお、64の絵柄ですかね。はい、バンちゃんとカズイゲットです。はい、ということで今回バンちゃんとカズイのカチャカランと僕らデコボコパートナーをクリアしました。ということで、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら。